まだまだ新人、モドリッチ君、ベンゼマはうまくいってなかったときは、嘘のような活躍をしています。でもさ、何が運営で良くなったと思いますかまたもしロナウドが残っていたら、ベンゼマは今のような活躍をしたと思います。ベンゼマさんはうまくいってなかった時期って、加入したてでさ、まだラウルとかいて、ラウルのゴール奪っちゃったりとか、なんかああいう、みんなね、マドリー最初は苦しみますからね、モドリッチとかでも。で、まあ、ロナウド残って言ったら、まあ、あの時と同じですよね。ロナウドにスペースを開けながら、セカンドトップ的な活躍、あの、セカンドトップってより、 気が利くストライカーでっていう感じだよね。そうだベンツマーの目立つ活躍の方にどんどん慣れていったって感じですよね。そうそうなんか人をあの引き立てる方がメインだったのが、ね、自分が点取るっていうことに集中できるようになってそれにどんどんまあセンスいい選手なんでどんどん慣れていったって感じですよね。 全然魚さばくの好きそうです。好きそうで、あ、いや、印象会、好きだそうですって情報かと思った。